るの好きだからさ。バカじゃねえから。保存に多いやつお前好きやん。あんだけ散々これはとか言ってるからさ、それはやそして食べる。なるほど、保存量の味すらわかるか。この A と B なんてそこわかる。おー、わかる。わかるじゃん、保存量わかんない。え、僕ちなみにカズーとコペが入ってきたら絶望すると思ってるから。いやいや、俺なんか俺アルゴリズム解読があるから。あ、そっか。いやいやいや、いや全員ダメだな。全員ダメだぞ。いやいや、お前が一番やばいから。お前が一番やばいから。嘘だ。いや、絶対お前やろ。いやいやいや、散々小宅を並べて外れが引くのはお前だよ。いやいやいや、おい、リアルピースのガクトだぞ。第381話、格付けチェック。僕たちが元気の始まり、アイドルリアルリアルリアルピース。よろしくお願いします。ということでやってきました。何よこれ。え？何？誰？なんかムカつく。本当か。何ですかあの子たち。ほら。おい。やっぱりムカつく。誰ですか。私の名前は、格山付けを。最近キャラ出すの。僕知ってるのよ、ナオがずっとやりたかったキャラを。あ、そうなんだ。あの、僕とナオでね、コラボした料理の時も、なんかキャラやる、なんかキャラやる。お前キャラやりたかったのか。そう。ただやりたかったキャラはもっと破天荒のやつだった。今日はな、ナオから話を聞いて、どうやら君たち日本一を目指してるらしいじゃないか。日本一ってことは、やはり日本一に行くまでにいろんな出会い、いろんなものと出会うと思う。そこでやはりいいもの、悪いもの、いい道、悪い道、選ぶ必要がありますね。確かにいいこと言うね。そう、ほんとそう。そこでしっかりといい道を選べないと日本一への道は厳しい。あー、いいものを見極めてその道を選べってことだよね。そういうこと。なるほど。でも君たちはどうだ。なんだその髪、なんだそのメイク、なんだそのキラキラ。いいよね。なんだその歯。いや、いいだろ。いいだろ。自慢や。自慢だ。今お前に言われんの、こいつ予知して口隠してる。そうだね。言われるのは聞いてなかったからな。格付け、必要となってます。だからここでしっかりと鍛えてもらおうと。まあ一流は一流を知るっていうからね。そう、まあ、確かにそりゃそうだ。日本一になるための強化ですよ、強化。この格山漬けをが二択を出します。おー、いいものと悪いもの。そこでも見極めだから。なるほどね。だから日本の2位になるのか1位になるのか。うわ、それだるでしょ。いいやん、100位と1位とかで。ダメなんですよ、やっぱ1位にこだわらなきゃいけないから。なるほど。そう、だから例えばなんか100円のワインとなんか100万円のワインとか。そう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 だよね。そういうこと。もう味で当てろとかね。そう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 。なるほど。皆さんに品格があるか、どの格付けになるのか、私がチェックしていきたいと思います。この A、B、2択になってるんですが、例えばこっちに A と B のものがあって A の方がいいなって思ったら、2階に部屋を用意しております。おお、はい、A と B の部屋がありますので、自分がいいものだなって思ったアルファベットの部屋に入ってください。なるほどね。あとで正解の部屋に私が入っていきます。おお、その時点でだからちょっと予測ができるよね。全員同じ部屋だったら、おお、安心安心。別れたら別れたで、あ、お前と一緒みたいにもなるし。俺は誰が部屋にいても不安だね。いや、そうよ、このメンバーで。なおがいればね。分かる分かる。だから今ちょっとピッて見てさ、コペ、あ、ちょっと別に正解も不正解もなさそうだな。ちょピッて見てさ、課長とゴータか、この二人も絶対、絶対分かんないよ。いや、分かる。おいしいものに関しては分かるよ。いや、まだ分かんない、お前ら分かんない。俺の目線からすると、お前、俺のこっち、コペ、課長、ゴータだよ。起こすのが俺だぜ。いや、お前起こさないって。お前起こさ
さんやん。うん、おばさん。じゃあ全問正解したらもう本当に次からは、うん、一流の男として認めた。まあ確かにです。いいよいいよ。ダメ。全問正解したら全員それでしょ。もう一流の男だから、もうバカレができないからね。そうだね。おお。負けらんね。俺も負けらんねえよ。絶対にな。一問目が勝負だな。マジ。全問正解が大事だね。条件だから。なんか言う掛け声。そうか、格付けのなんか、なんかなんかいいそうだ。そしたら、うん、レッツって言うから、うん、みんなで、うん、付けを。ああ、付けをね。三流だな。三流だね。あなんだ今の三流だ。今の三流。レッツ付けを。はい、それでは第1問目のお題はこちら。ババン、赤ワインでございます。こちらにあるのがアルパカと言われている、よくみんなねコンビニとかで売ってるの見たことあると思う、500円の赤ワインでございます。アルテミスという名前の赤ワインでございます。こちら1万5000円の赤ワインとなっております。いやもう色からして全然違うんですけど、これはわかりますね。こちらの方が、ね、だいぶクリアなライトボディの、ね、ワインということもあるんですけれども、すごくクリアな。でこちらがフルボディまでいかないかもしれないですけど、多分こっちよりだいぶ渋い味わい深い出来合いになっている赤ワインでございますね。私が大好きな、本当にこの世で一番愛している赤ワインの格付けに行きたいと思います。その選択肢だったから。いや今みんなでドッキリじゃないけど、コペどうするのか選手権。このちょっと空いてたらコペどこに座るんだろうっていう。どこに座るのかこの辺に座るのか。行くの？俺ちょっと後で。なんで自信ないの？今調子は悪い感じ。違う。3日間ぐらい調子悪い。一回外すとさ、そこからバーってなっちゃう。あ、なんで？なぜか見えない。だから、あ、すごいよ。コベうまい。コウタが失敗したら、うん、そのままどんどん失敗していくから、そうそうそう、コウタが失敗して逆のモズンだなと思う。逆に入ってコウタがいたらやばいよ。そうだね。でも一回目当たってたら、あ、そうそうそう、一回目当たったらいいとこ行くんだ。で、一回目はそう。そうだね。ってことはコウタから行ったら基準で。ああ、いけるぜ。やばくあるでしょ。あんまり言わねえな。やばい、左ミスったぜ。調子悪い。やばい。カズ。おお。おお。格付けリアピ。これはザですね。こちらが第1問。ザ、こっちの方が濃くてこっちの方が薄い。光の加減両方取っていい？いいよ。匂い、香り、味、見た目、全然わかんない。結構な差？結構な差がございます。結構な差だって。そう、ルールとして値段は教えてあげる。いくらよ、言ってみ。安い方が、うん、500円。安いね。高い方は1万5000円。あ、でも1万5000円なんだ。そう。あ、10万円とかじゃないんだ。10万円のワインは買えませんでしたね。そうだよね。そうですね。匂いいこうかな。俺のちょっと予想言っていい？うん。ほんとわかんないけど、ワインは飲むより匂いの方が大事な気がする。うん、おー、香り。うん、うん、ワインはね、匂いの方が大事だと思うんだよね。おう、だから飲む前に匂いを嗅ぎたいと思います。あ、ちょっと酸っぱい。酸っぱい、甘い気がする。え、ワインって高いのどっちなの？飲んだことないから分かんない。甘い香りの感じと酸っぱい感じの香りってどっちのワインが高いんだろう。なんかコクがある。コクがあって深い感じの方が高く感じるけど、ワインって
酸っぱい感じの方が高いのかな。ちょっと飲んでみよう。いただきます。苦っ。なんか匂いと同じ。なるほど、 A か A。 あ、苦っ。どちらも苦い。だってどちらも苦いんですけど。マジで集中しよう。匂いの香りが前は大事だとしたら、匂いがいいコクがある方が高いに決まってんじゃん。よく考える。匂いが強いこっち、うん、けど酸っぱい感じなの、うん、ツンってくる匂いの強さ。こっちはね、あんまりしないの。なんかちょっと深い感じ。柔らかくて深い。柔らかくとは言ってないけどね。どっちが高いんだろう。高い方が分からん。違いが分かるが高い方が分からん。個人的に好きなものがある。個人的に好きなのはこっち、うん、でも俺安い男だからさ、それがダメ。だからそれがダメな気がするんだよ。あ、なるほどね。予想としてってことね。こっちの方が高いんかな、世間的には。いや、でも自分の感覚し、いや、安い男だけど、だからこそ、俺がいいと思う方を本当に選んでみよう、うん、A にしよう。あれだし、ね、一発目は俺だからね。いない、走ってんだよさ。いくよ。やっぱりません、ね、それでは、続いて課長。A か B か。でもまず何なんだろう。何のやつなんだろう。うわー、一問目これかよ。はい、第一問目は赤ワインでございます。ワインってね、香りとかね、色もあるんだよね。うん、まず匂ってみるか。B からね。酸味が強い。こんなもんかな。思い出せ、バイト時代にたくさん買いできたはずだ。安いワインも高いワインも。 A。 うわ、全然ちげえ。うわ、全然ちげえぞ。これが果たしてどっち、僕のオーラと同じだ。違いは分かるのに何がいいようなやつか分かる。安い方が500円、高い方が15,000円。ちげえ。ちょっと待ってよ。500円ってことは多分料理とかで使う系だから、これがね、軽いんだよな。こっちはね、渋いんだよ。ちょっとね、酸っぱいというか酸味のある匂いと渋い。え、ワインってどっちだったっけな。渋い方がいいんだっけな。いや、飲んでみるか。よし、まあじゃあこっちからね。安いのこんなんじゃねえぞ、絶対。はぁ、 OK。 あれ、でも本当に僕が飲みづらいってことはいいワインなんだよな。飲みやすい、お酒が嫌いだから飲みやすいのって大体安いんだよね。でこっちの方が渋くてアルコールのちょっと癖みたいなのがあった気がするんだよ。しかも色が重くて、匂いも渋くて重みがあって、味もそうだから、こっちだな。これだ。いや、もうこれないわ。ない、ないぞ、これはない。こいつは消えた。よし、でも課長は出てくるだろうな。姉の部屋に来そう。なんかこう、コクがあったんだ。私は行ってくるぞ。いってらっしゃい。B。B。はい、それでは。待って、今の笑いは何だ。読むな、変に。
最後に。まあ、いろいろ言いたいけど、言っちゃうなんだもんな。そう。待って。待って、いや、ちげえ、逆だ、アルコールすぎるか、ちげえ、こんななんか工業用の酒みたいな味しないはず。こっちだね。今僕の目の前にフランスが広がっている。 A だ。カズーどっちにいるんだろうな。カズーどっちにいるんだろうな。カズーいるな。いたー。カズーいるな。いたー。いるやん。いたうわ。いるなって言ってるやん。いやでもね、ビーはツンツンしてた。なんかアルコールのなんか変ななってる。アルコールっぽいっていうか、なんかこうツンとしてた。うん、なんかでも変な感じ確かにした。あれで、こんなできない、こうやってみたいな。待ってて、そうやって飲むでしょ。そうそう、香りを嗅ぎながらね。それはね、できないよ、あれね。あの、B じゃできない。まあ確かに。A って右側だよね、俺の B。 A、そう、A、右側、A だったらできる。けど、B できないよ。続いて、コウタ。よっしゃ。おー、A と B の変化。目の当たりにするとなんかドキドキするな。うわー。はい、第1問目は赤ワインでございます。はい、 A と B 飲んでみて高いと思ったものを選んでください。はい、よろしいですか。衝撃の告白。衝撃の告白。はい、はい、私ですね、ワインが飲めないくてですね、多分何リアルに3口とか言ったら吐くんですよね。おお、じゃあ2口までいけばいいじゃん。鬼畜かお前。じゃあ安い方は？安い方は500円。500円。あ、高い方、うんうん、安い方は500円、高い方は15,000円。うわ、15,000円のワインとか飲んだことね。でも、あの前に行った2人が言いそうなことは分かる、うん、絶対これ言ってるよ。こっちの方が色が薄くてこっちの方が濃いってことは、安かったら絶対に濃い方を選ぶみたいな。なんかあの、少しで酔いたくなるから。ああ、なるほどね。そう、お酒が濃いみたいなね。そう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 。こうだ、どっちに行くんだ。あいつ、言い訳ばっかり言って、選んで成功した瞬間、めっちゃ熱くなる。お前、ここだと思ったんだよ。だよね。いや、俺やっぱね、こうこうこうで、そっから語る。そうそう、それまでは。どっち、わかんねえよ。俺にはこんな無理だよ。わかんねえ。で、いやでもこれさ、なんか酸っぱいからさ、なんちゃらでさ、邪魔いからさ、理由もちゃんと、いやでもどっちなんだろうなって言い訳めっちゃ言って、どっちものね、まずいいところ言って、そう、どっちにも転がるみたいな。そう、言ってあいつ選んでくるから。そういうやつだから、こうな。一回匂い嗅ぐわ。うん、これ A ね。うわ、くさくさ。B ね。うん、わかんねえ。ちょっと待って、わかんねえんだけど。こっちはもう、なんていうの、このギリギリのところ、透明感がギリギリのところにもない、ブドウジュースみたい、濃い、うん、こっちがもう上から見ても透明感があるみたいな、ほんと透明感があるの。どっちも臭いんだけど、こっちの方がアルコール臭がした。そう、 A はなんかザ・ワインですみたいな、こっちはなんか手を洗う消毒のアルコールの匂いがする。正解が分かんないからな。分かった、決まりました。はい、 A です。おお、はい、理由は、理由は単純にワインを飲んだことのない俺が匂いを嗅いだ時に、こっちはなんかアルコールがちゃんと匂ったの。おう、でもいいワインってなんかちゃんとこうちゃんとやるからアルコールの匂いがそんなにしないと思うんだよね。でもこっちはなんか酔いやすいようにみたいな、アルコールが入ってる気がする。あと癖こっちはこっちが高いと思う。
って、あいつらは絶対的にバカだから絶対的に一緒にいたら外れる。わかる。わかる。すごいね。本当に全く同じ感じなのやな。もうこれちょっと今ね、野田自身2回撮ってる。うそ、カズーいるな、ガシャン、うわー、わかる。ネクストコペ。やっとワイン。そう、え、嬉しい。第1問目は赤ワインでございます。上品だからね、コペは。リアルピースの加納姉妹なんで。姉妹なんだ。あ、もう一人はどこに。京子です。じゃあこちらから、こちら、あ、こちらか、じゃあ A からいきますね。 A から、はい、はい、うわ、苦いですね。じゃあ B いきます。どうぞ。あ、苦いですね。どっちも苦い。嘘、え、どっちも苦いな。うん、500円と1万5000円です。30倍の値段が違います。500円。嘘、全然一緒なんだけど。じゃあもう一回最後。薄い。 A の方が薄い。 B ですね。 B だと思います。もう決定。はい。おお、即決ですね。早かったですね。なんかあのやっぱ苦い方が高いのかなっていうあれで、うん、もうシンプルに、シンプルに、シンプルに、より苦みが強かった。そう、なんか、うん、飲んだことあって、ちょっと高いめのやつ、うんうんうん、なんかバーテンダーしたことがあって、うん、してたことがあって、うんうんうん、その時に飲んだんだけど、やっぱ高いのって、うん、無駄に苦いんだよね。無駄にっていうか、すごい苦いんだよね。いやでも A だよ。いや、 A な気がする。確かに、さすがに B はないよ。飲みにくかった、うん、そう、アルコールが強いのが高いって思ったけど、どっちが高いだろうって。ツンツンしてる方が高いって、そんなことないくないと思った、普通に。そうだね、なんかチープな感じが途中でしたんだよな。なんかさ、あれだったよね、なんか悪酔いしそうなのが B だったみたいな。うん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 、感覚的には、はい、お酒の感覚で言うと B の、はい。まだどんどんとしてますね。お、いいですね。金金金、高いからね、それね。金の味がする。だからそれ高いもんね。金の味がする。高いと思うやつだもんね。ということで、第1問目が終了いたしました。それでは私が今から正解の部屋の方に突撃したいと思います。それでは第1問目、赤ワイン対決。より高級なものだった部屋は、より高級なものだった部屋は、お願いお願い。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。全問正解したら全員勝利でしょ。1問目が勝負だな。
うん、本当に言ってること正しくて、うん、あの苦いって言ったじゃん、うんうん、いいワインって結構フルボディって言って渋いやつが多いのよ、うんうんうん、めちゃくちゃ濃くて、うん、苦味が強い、タンニンが濃いっていうのが特徴で、うん、言ってること合ってた、うん、ほらーそうグビグビ飲んだ時にああ俺も飲みたいって思ったのマジ羨ましかった。何が一流の男だよおい一番目の終わった。おい、負け組の皆さん。マジかよ。いや、あんなんだって工業用アルコールだよ。アルコールじゃん。何よ。あの人たちは。苦いし。渋いよ。きついしさ。苦いのがいいの。あ、やっぱさ、そこで悩んだのは一番合ってんだね。そう、苦いというか渋いだよね。そう。で、アルコールがきついって言ったでしょ。うん。キュッてくる。うん。それがタンニンっていうワインのいいとこなの。格付けリアピ。よいしょ。続いてこちら香水でございます。こちらはあの安い方ですね。安い方の香水、ギャッツビーさんのですね、とアクアムスクという香りの香水でございます。800円でございます。800円の香水。続いてこちら、この薬瓶、薬瓶みたいなのに入ってるこちらがですね、グッチの香水でございます。グッチザバージンバイオレットオールパルフォンでございます。こちらお値段は5万円となっております。これが持ってる香水の中で一番高いものです。なのであんまり使ってませんそれでは今回はですね、香水ということでティッシュの方にちょっとチュッチュッと匂いをつけまして、それを嗅いで試してもらおうかなと思います。はい、今回も A が安いリーズナブルなもの、 B が高級品という形でなっております。カズー、もう売れ際天才バカの衣装やってきたよ。第2問目でございます。何これ、うん、お題は香水。うわ、くそツンツンしてるね。わかんねえ。ちなみに値段は値段は安い方が800円、あ高い方が5万円となっております。5万円、え、5万もすんの。はい、こっちの方が安そうだな。でも俺もさ俺が好きそうだもんさでもじゃあ逆に自信があるんだよね、さっきのでも思ったけど。え、わかんない全然わからないんですけど。え、わかったわ。お、今回いけちゃうね。早いね。うん、はい。香水もわかんないんだけど、ぶっちゃけ、うんうん、前回に引き続き、はい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 、どうしてもね、安く感じ、なんか芳香剤の匂いがして。ああ、はいはいはい、安い、なんかね、そのきめっちゃ嗅いだことある匂いするの。うんうんうん。こっちはうわってくるんだけど、うん、高い香水はそのぐらいやっぱ面白くすんのかな。面白くエンターテインメントですね。だって5万もするさ、これもう完全に海賊じゃないけど、5万もする香水でさ、嗅いだことあるような匂いを作んのかなっていう。でも最初こっちは、でも最初のフッってなった瞬間やっぱこっちの方が強かったの。うわって匂い自体がね、匂い自体が強くて、うんうん、これもだからさっきと一緒なんだよね。安くて強いって意味なの、好きじゃないって最初思ったけど、最初の強さは強かった、うん、ワインの時みたい。だからさっきのやつで言ったら B だよね、高いのは、うんうんうん、っていうことで B で。おー、これちょっと高いの俺合わないね。やりたいと思います。いないんだけどね。それでは2人目コータ。ティッシュよ。何これ。はい、めっちゃ甘い匂いする。第2問目は香水でございます、うん、
あー、いやこれでもさ、匂いってさ、ジャンル違うから分かりづらくない？まあ確かに。値段ください。値段が安い方は、800円、はい、高い方は5万円となっております。もうこれ匂いも混ざって分かんなくなってきてる高い匂いが分かんねえからな。そこを特徴で、匂いの特徴で導き出していきます。3000円の香水しか使ってないから分かんねえんだよ。それをもう参考にしていきます。え、全然違うんだけど匂い。なんかこっちはなんかあのあれの匂いする。なんかお前臭くね、おい、その中に船虫ついてるぜの匂い。船虫？うん、船虫なんだっけ、カメムシ。カメムシついてた時の匂いする、うんうんうん、こっちはなんかちょっと男らしい感じ。ちなみにもう一回これつけてこなくとできる。あ、もうつけたの、つけ直したの、来る前に。で、これ。そうです。え、匂い消えるのこっち早くない？え、もうないよこれ匂い。え、こんな匂いなくなるもんなの？時間とともに匂いが変わる。長続き しないやつもある。でも直感でいこう。俺さっきね、いろいろ考えてね、あれだったから。で、なんかこれ当たってたら逆に俺すごいと思うんだけど、これはあんまり嗅いだことのない匂いだから。で、なんかちょっと知らないんだけど、何に似てるさらカメムシとかでもよく言うと、あのあれ、芳香剤とかそっちの感じがする。はいはいはい。こっちはちゃんと香水って感じがする。うーん、あと正直つけるなら A。 うんうん、俺がつけるなら A。 よし、俺は決めたよ。鼻バグるぞマジ。カズーがいない。カズーがいない。よし、これでついに別れたぜ。それでは続いてコペ。はい、それでは続いての問題は香水でございます。香水。はい。あ、じゃあ値段を教えてください。はい、値段は安いものが800円、はい、高いものが5万円です。5万の香水？やば、つけたことないすごいね。そうでございます。僕もあんまつけたことないやつ持ってきた。正解ね。なんか柑橘系？あ、でも高そう、なんか。あー、はい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 。え、これは結構分かりやすい気がする。おー、うん、え、当てちゃっていいの？これもちろん当ててもらう企画なので。うん、なんかね、うん、立体感がある、匂いに。おー、あの、嗅いだ後また違う匂いも感じるし、なんかいろんなのが混ざってる感じがあって、うん、こっちはなんか一面って感じ、層が一個しかないみたいな感じ、立体感がない感じがする。その石鹸って感じ。うん、うん、あ、金の匂いがする金、金、金はぁ、あ、じゃあこれで。おー、早いねいいね、コペさん早いですね。はい、まあでも第一印象でこっちかな。うん、 A で、じゃあ OK。 はい、まあ、それではお部屋の方へ。はい、移動どうぞ。はい、よーし、よし、よし、よし、香水ずっとつけてるじゃん、ずっと何年も。だからその匂い以外
わかんないんじゃないか。それでは2問目最後、課長席の方へ。え、なにこれ、これ何で、こちらはですね、香水でございます。うーわ、全然わからん。匂いか。値段は、値段は安いものが800円、高いものが5万円です。うわ、だいぶ違え。Pから言ってみるかな。ほうほうほう、 A ね。うーわ、分からん。5万円でもあれだよね、違う、いい香水って癖の入ってんだよね。なんだっけ、象のうんこだかなんかを絞ったやつが入ってるんだよね。はこっちの方がちょっともったりしてる変なイメージ、化学薬品とかのに近いのかな。こっちは結構そんなね、いやでも待って、さっきのやつがあるからな、変に癖が強い方が高いとかってあるからな。全然こっちはめっちゃあっさりしてる。ダメ、それだ。あっさりしてる方なんて別にそれを好んでつける人がないんだよ。だから多分一般大衆向けなんだよね。抽出もできないから、こっちだったらつける分量で好みが変えれるけど、こっちはもうたくさんつけなきゃいけないみたいな、何、匂い出そうと思ったら。だからこのくらい癖がある方が高いやつな気がするんだよな。だってもうこっち匂いなくなってきたもん。こいつに負けねえなぜ。決めた、ゾウのうんこはこっちだ。 B。 誰もいない部屋か、当たりの、え、いやでもな、俺もうすでに3人いってるからな、こっちだ。うわぁぁ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 ぁ絶対勝った、絶対勝った。よいしょ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 。2問目、香水のより高級だった方は、おめでとう。うわー、癖だよ癖。わかるよ、もうこれでやっと分かったわ。こっから全問正解だよ。俺もね、気づいたわ。さっきのね、ワインで勉強したのよ。うん、2人ともすげえ合ってた。うわー、やっぱりね、課長のね、象の絞りうんち、うん、あれね、すごかったね。え、うん、そうなんよ、構成入ってんの。でも象の絞りうんちというよりかは、なんか知識知ってるよ。結構知ってたの、そう。ほんとなんか鹿の男性ホルモン、オス鹿のフェロモンとか、臭くなるやつをちょっと入れとくの、香水って。で、体温に乗って揮発して、こういう距離とかに匂った時に、あ、いい匂いって感じるようなものがある。ワインで勉強しないとね。そうだよ、そうだ、やっぱこれで勉強しない。黄色とか、黄色勉強しないと。そうだよ、向こうだ、今やばいぞ。薬業が見るしかねえから。じゃあ、はい、とんだ嗅覚を持った方ですね。いや、でも言い訳させてよ、言い訳させてよ。あのさ、フルーティー系で5万といくらみたいになったら分かるけど、やっぱ匂いが違う時点で値段は分からんよね。匂いが違うだって、どっちも同じ成分入ってるんよ。いやでも、全然違くなかったもん。なんだっけ、立体感がなんか A はすごくあった。で、B は平たいというか、なんかあって逆ですね。いやいや、逆ですよ。全然。でも香水別にな、そんな楽しみ方しないもんな。別にそういうのとか、トークとかね、関係ねえよな。関係ない。なんか揮発とかやんなくね。だから体臭を隠すためにわーって塗りまくかけまくってるから。だったらカメムシの匂い嫌じゃん、っていう理由だったんだけどね。実は体臭と相性がいいように臭い匂いが入っているんです。あいつムカつくな。ムカつく。なんの香水。なんだろう、まあ、なんだけどな、あの香水。それでは第3問目に参りたいと思います。第3問目のお題はこちら。
コートでございます。第3問目、1人目はコータ。お席へどうぞ。はいよ。第3問目のお題は、はいはい、コートでございます、うん、まあ触っていただいても良いですし、僕が着ても大丈夫です。ほう。まあ自分が着ても大丈夫ですけど。はいはいはい、はい、お値段は。お値段はですね、はい、安い方が5万円、はい、あ、それでも5万円なんだ。高い方が40万円。うぃー、来たぜ来たぜとなっております。いや、これ当てたら本物じゃない。よし、なお来てくれ。オッケーオッケーオッケー。着るのね。まず来てくれ。オッケーオッケー。まずこっち触って触る。 B の方ね。まず B 来て。はい。ほうほうほう、本当に触り感ね。いいよいいよ。結構あれだね、体のラインがしっかり見えるような作りになってるし、うんうん、あ、これスーツに合う系だね。すいません、じゃあ A をお願いします。はい。あれ、なんか B よりも A の方が重いし、うんうん、布使ってるのが多い。おお、布面積が多い。多い、量が多いか。ちなみに、うん、なんかあのコートの常識としてさ、うん、なんかあるの、これが例えばあの深さがあったら高いとかあるじゃん、飲み物だったら、うんうん、コートだったらこういう技法がみたいな。服に関しては一番分かれてるね。いろんなとこにお金がかけられる。布であったり、デザインだったり、ったり、そうそう、だからもうそこはもうどこをどう感じてどう選ぶかね。その作った40万のコートを作った人がどこを意識してお金をとかかけたのかと。そう、これなんかさ、普通の服でも使えそうじゃね。まあ確かに感触だね。うん、でもこれなんかボロボロしてんだよな。これも味なんだよな。あ、ここはすごいね。後ろから見たらこうなるし、こうなるみたいな。でも今俺は決めてきたんだ。どうぞ。決めてきた。どっちにするか。そう、見る前に。そう。それいいの。そう、なんて言ったって、うん、あいつらなんかまだ勝とうとしてんの、うんうん、俺引きずり込んでやろうと思って。なるほどね。負けるって絶対思ってるから。うん、俺は絶対何々に言うからなっつって。あ、言ったの。もうどっちに入れるって言ったの。お前絶対こっちに俺いるからな。どっち言ったの。 A にするからなって言ったの。で、下に来たの。でも心の中では正直 B なんだ。 B が高そう。高そう。体をよく見せるシルエットとか、で本当になんていうの、ボタン1個の位置であったりとか、うん、そういうのにこだわって、そう、ここの襟のなんか角度とか、うん、シンプルイズベストで一番体のラインを上手に見せてそうと思った、うん、こっちだってラインはこっちに比べたら見えないけど、おしゃれには見える、うんうんうん、けど高いかってなったらなんかこっちの方が高そうだな、うん、でも俺は A に行くって決めたから。 A に行くんだ。 A に行く。じゃあ自分的には B なんだ。だけど、内緒で仕方なく、そう、A に行く。本当は自分的には B なの。B が高いの、うん、けど、なんか、A って言ったから、A に行ってる、うん、続いて、コペ。第3問目は洋服、はい、コートでございます。うわー、コートか。どちらの方が良いものかを、はい、触ってみて、はいはい、まあ、または俺に着せて、はいはい、まあ、自分で着てもいいけど、おー、そこで当ててみてください。はい、で、いいからね。うん、質感で言ったらこっちの方がいいかも。なんかしっとりしてる感じ、しっとりっていうか滑らか、うん、こっちはちょっと若干ざらつきがあるような感じ、手触り的にね、うん、重っ。重力あるよね。え、めっちゃ重いんだけど。え、これ肩凝るよ。肩凝るよ、こんなの着てたら。心配ありがとうございます。あ、なおって感じ。なおって感じする。なおって感じ。あ、ここにこういうのがついてて、はい、ちょっと、あー、B も軽くはない。うん、いきます。
あ、すごい。あ、硬いこっち。あ、でも全然系統が違うね。なんかもうちょっとフォーマルな感じ。フォーマルな感じ。本当？あ、いや、でもなんかさ、こっちはカジュアルだから、カジュアルの方がなんか安いのかなみたいな風にあるけど、重いのこっち、とにかく。だから重い、重さってなんか入ってんのかなみたいな。なんか入ってんのかな。まあそれだけ布は多いと思うからね。そうだよね。だっていろんなこういうさ、こういう結構こだわってるから、こういうとこにこれ全部なんかやってんのかな、ちゃんと細かく。こっちはなんかもうなんかありきたりみたいな、ありそうな感じがするんで、すごいシンプルね。うん、シンプルすぎてなんか作れそう。 A にしよっかな。え、でもさっきコートと同じこと言ったんでしょ。怖いんだけど、コートと同じこと言うっていうのが。どっちも同じこと言ってる。嫌なんだけど。あの三流三流前歯に三流前歯と一緒にされたくないんだけど。 A も B も同じこと言ってますね。B にします。 B なんか、うん、理由は、もう自分的にはこっちなんだけど、おー、やっこっち選んだら、うん、やっぱ自分を信じないって感じ。あ、自分はこっちだと思うけど、そう、自分を信じ、さっきの失敗を鑑みて反対を選ぶ。そう、なるほど。じゃあ、コペさん、はい、 B で大丈夫ですか。しょうがない、 B にします。OK。 しょうがない。それでは B のお部屋へ、はいはい、移動してください。行きます。別々の部屋に行ったが、正解はこれだ。はい、こちら、このようなデザインとなっております。ケパケパというか、切りっぱなしというか、こういうところがすごくファッションとかディテールにこだわられているコートですね。よいしょ。非常にファッショナブルな形なのではないでしょうか。こちらメゾンスペシャルというブランドの5万円のコートになります。こちら非常にシンプルな作りのコードでございます。こちらサンローランの40万円のコードになります。非常に素材がいいですね。カシミヤでできております。それでは続いて課長。なんだい次は。ようこそ。え、どうぞこちらへ。うわ、こういう、くっ、はい、続いての問題は洋服コートでございます。え、待って、え、これ簡単じゃない。もう簡単なんで。こっちだろ。こっちの方が高く感じる。高く感じる理由は、待って、なんか生地がうしっかりしてる。まずおう、裏地がほつれもないし、うん、こっちな気がするけどな。ちょっとね、こっち一見おしゃれなんだけどチープな感じがするんだよね。ほら、裏地がもう違う。この、何、ナイロンみたいな、うん、生地がね、こういう作りでごまかしてるけど、ほら、ほらほらほら、裏、この見えないところの裏とか、まだ中は多分ちょっとこ、あの、見えるからあれだけど、こことかそんなにいい生地じゃない気がする。僕衣装を作ったりするときに生地屋さん行って見たけど、この生地は売ってなかったな、こういうタイプのやつは。こっちの生地は結構売ってた。きつい。だって僕がこのままフンってやっても多分これちぎれないよ。うわ、このね、でもちょっとね、ちょっとこの見た目が
シンプルすぎて、あの、安物だろって思うんだけど、肩回りめっちゃしっかりしてる、これ。肩回りしっかりしてるし、それをここの辺の、こういうところでカバーしてるのと、あえてここを分離せずにくっつけてあるとか、そういうなんか遊び心みたいなのがあるから、こっちですね。ベーでございます。なんでドイツ語読みなの？一流、あ、二流だから今。ベーでございます。コウタいるなよ。頼むぜ。こっちとこっち。僕はこっちを選ぶ。コウタ。いるなよ、コウタ。いるだよ。コーダいるだ。やったー。コーダいるだ。やったー。やったー。よし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 。こっちやね。なんかね、自分信じてないの、自分のことを。ああ。本当 A だったと思ってたの。はいはい。でもまた A 選んだらまた負けると思ったから、あえて B にしたの。ああ、そう、ああ、なるほど、それで選んだのか。そう、だからあんま自信はない。それではラスト、カズ。それではいきますか。はい。A がこれね。そう、なんかもうこうやって見ていいの？いいよ。もうずっしりしてる。これは？あ、軽い。 A 重いっすね、先輩。そうだね。これ何？値段は、ね、値段はまあ聞いてくれたら言うって感じかな。A 聞きたいよ。聞く？聞くか、でもよ聞かなかったやついいの？いた。え、バカじゃん、そいつ。課長聞いてない。うわ、バカだな、調子乗ってるよ。安い方が5万円高い方が40万円。待った、これめっちゃむずいぞ。じゃあだとしたら、安い方が1000円台とかだったら多分めっちゃわかるけど、40万と5万でしょ。そう、どっちもいいもん。そう、5万ってだって普通にコートいいもん。5万は安くない、めっちゃいいコートだから。両方とも着心地はいいし、めっちゃいい素材使ってるはず。っていうことは、高いのは高い革の生地とかだわ。だから着てもわかんないかもね、ワンちゃん、もしかしたら。俺のそう。だっていいもん、これだって5万か40万かって言っても、これ両方いけるもんな。またはこの革自体がカンガルーとかわかんないけど、そういうなんか高い生地を使ってますみたいな感じなのかな。のどっちかだね、うん、生地がいい方、生地がいい、この生地を使ってますみたいな、なんかのの40万な気がする。ああ、なるほどね。うわ、いい生地してるね。いいっていうか、こんなんだって1000円2000円の話じゃないもん。やっぱ5万以上はするよね、うん。うわー、5万円っぽいな。これが40万って感じしなそうだな。いや、これ5万っぽいな。これに40万の付加価値が、だって生地的になんか普通のちゃんとなんかいい生地って感じ、なんかそんな特別な生地って感じはしないな。でかっ。あ、デザインだ、これ。ちょっとデザイナーさんが作ったやつっぽいな。デザイン料、あ、これだよ。くー、これでも5万って言われても5万だな。もうなんかもう1万円以上だと分からんな。でもこれが40万だったら、40万のだってあれがないもんな。理由がない。こっちは理由があるもん、デザイナーとか。こっち理由ないやんな、生地しか。これが、ね、この素材がマジで高い素材だったらもうこれは分からんで、ね、うん、それはもうお手上げを。こっちとこっちとら A ね。うん、あ、こっちだな。行くぞ。おっ、コートの結果発表でございます。一気にいくよ。やったー！え？やったー！そうだよね。これめっちゃ悔しい。おいおいおい、そうだよね、そうだよね。正解は B でございます。作りが全然違った、うん、課長すごいいいとこついてた。こっちは素材が良くて
あのね、裏打ちとかもちゃんとしてくれてた。そうだよね。だって折り方がもうこうなってたんだ。そう、でも両方いいものなんだけど、もう一個の5万円の方はデザインに曲振りしてる。見えてない部分の裏側とかは何も作られてない。そう、だってめっちゃテントロだったの。そし、化学繊維全部。そうだよね。そう。そうで、こっちは全部天然素材で作られてて。カシミヤ。そう。おい、やっぱりそうよ。正解、カシミヤ。カシミヤ。そう。ラインとかも全部計算されてる。腕が細く見えるとか。はいはいはい、はい。細く長く見える。で、ここはくびれてて、足が長い。勝ち組2人でした。えいー、おい、はい、よろしい。なんで、それあれなの、それ今来てる、これが40万よ。それなに、生地がいいんだよ、やっぱ。そう、これは素材が全部天然素材で、もう一個の方は全部化学素材、化学繊維でできてる。で、向こうは全てデザイン。でも、合ってたじゃん、さん、デザインの部分にほとんどお金をかけてるのがもう一個の方で、5万円なんだ。そう、より良いっていう部分が、向こうでも言ったんだけど、計算されてるの。え、俺言ってたやつ、あの、スタイルがめちゃよく見える。そう、それ。え、そんなんだってさ、めちゃくちゃ計算されてる。いや、それで40万もいかんやろ。いくんです。やっば。向こうはいい素材を全く使ってなかったの。いや、だって素材なんて見てわからんやんか。それは触って分かった人がいるのよ。え、すごいやん、そいつ。な、課長。そう、あいつカシミヤって。そう、でも成分、物まで当ててた。うわ、カシミヤ、あいつずるっ。カシミヤ、だってカシミヤなんて俺知らんもん。カシミヤ、カシミヤなんて俺マジでカシミヤ知らないからさ、これの記事見るやん、こうやって見るやん。これがもしかしたらカンガルーの皮。そう、びっくりした。カンガルーの皮とかサメの皮とか言い始めて、やばいよ。これもしかしてサメの皮かな。格付けリアピ第4問目コペー。さあ、お席時計お座りになってくださいませ。きたー。そうです、もうお分かりですね。はい、次のお題は時計でございます。時計かー、はい、うわー、きた。あ、あ、これロレックスじゃないの。これロレックスかと思った。タグ、タグ、へ、へいわタグヘイは、なにこれ、オレ、オレビアンコ、オレビアンコ、聞いたことな、うん、え、わかんな。値段は安い方が3万円、はい、3万円、高い方が35万円、はい、35万円、やば。あ、待って、裏にメイドインイタリーって書いてある。イタリア製、スイスかな。うん、トータルでだよね。ある、トータルでだよね。この、このもう全部ベルトとか全部で。いや、でもさ、今さ、これさ見たんだけど、うん、ここがちょっとほら折れてた、折れてるの、うん、ここが。だからなんか俺高いのはさ折れないのかなと思って。ちなみに、うん、どっちも俺が結構つけてる。はいはいはい。匂い、あ、革の匂い、金の匂い、あ、金の匂いで。でも、こっちかな。が、高い。高い。理由は、なんか、自分だったらこっち買わないんだけど、うん、本当、高すぎて、聞いたことないの、このブランド、うんうんうん、多分、本当に情報入ってこないから。情報入ってこない。高い、高いブランド、コペ情報庫に。そう。あ、あっちはあった、タグホイは来たことあったの。なんか見たことある気がする。うん、あ、まあ、CM かな、なんか CM かなんかで見たことある気がするので。あとイタリア製っていうのもあったんで、うん、あ、裏、裏のこれがすごい、見たことないけど裏のこれがすごいです。なんかギミックが、うん、オートマティックジャパン書いてある。見たことないけどなんかすごそう。これがトリックがあるからこっちにしようかな。お、はい、コペさん決まりましたね。はい、それではお部屋へ、はい、移動お願いいたします。はい、それでは続いて課長。うーわー、こういうやつか。毎回それやん。うわー、時計でございます。時計か。値段は？値段は
安いものが3万円。高い方は？高いものが35万円。全く分からんけど、ブランドはこっちは、リーバー。リーは、オロビアンコ。知らねえというブランドです。 A は？ A は、タグホイヤー。知らねえというブランド名でございます。いや、でもこれどっかに多分ね、作りに出るんだよ、こういうの。さっきの服もそうだったけど、いいものってやっぱりね、ちゃんと作られてんだよね。この秒数が正確かとかさ。あ、待って、これ光る。光るね。光るさ、だいたい安いぞ。そういうあれがあるのね。うん、正直ベルトは多分ね、関係ないと思うんだよね。どうせ付け替えたりするだろう。だからベルトの素材とかよりも時計自身の作りだよね。あ、これでも衣装が細かいかも。この小さいのを機械で大量生産するの無理だから、これ一個一個時計職人が作ってんじゃないかな、発注受けて。うん、こっちの方が作りは細かいね。よし、私は決めましたよ。お、 B ですね。 B が高級品。高級品。理由は？もう細かい、単純に作りが細かい、秒針の、そう、ところもすごい細かく作って、これが多分ね、手作りじゃなきゃできない気がするんだよね。うん、なるほど、うん、こっちは多分組み立てられる気がする。ちょっと機械生産っぽい。そう。あ、待って、1996年、こっちの方が新しいんだな、つく会社自体は。待って、メイドインジャパン。待て、メイドインジャパンはちょっと怪しいぞ。待って、これがもしドイツとかヨーロッパ系だったらワンチャンこっちのは高いぞ。日本で高い時計って僕あんま見たことないんだよ。そもそも日本が技術力あるから、それで言えばこういうのも大量生産できるのかもな。あ、ベルトがイタリアだ。ベルトがメイドインイタリーって書いてあるね。時計自体は日本だね。いや、こっちだな、そしたら。いや、でもどうだ。でもこっちの方が老舗なんだよね。1860年からある時計だから、時計さんだから、安い時計屋がそんなね、持つわけないから。まだちょっとの迷ってる。迷ってはいない。ワンチャンこっちもありえる。細かいから、やっぱ時計って細かさがやっぱ値段につながるから、大量生産できないからさ。いや、決めた。A！ お！ A だね。A！ うん、こっちにせよ。あ、でも決めてるから、私はこっち。はぁ、いなかった。いや、でも逆にいい、これで僕一人二流になる可能性が増える。続いて、カズ。だって今俺がやってるゲームはさ、クリケットの試合で誰が上手い選手か当てるみたいなもんだからさ。分からん。分からんのよ。分からん。いいから。なるほどね。知らない。分かんないのよ。知らないルールのところで、ね、高いものをだってつけたことも見たこともないんだからさ。だけどそこで俺やっぱり目利きできるのが一流、日本一のグループなんですか。あれね、確かに。こっちはなんかもうそこら辺にあるやつにしか見えない。だけどこっちの方が高いんかなって思っちゃう。なぜかっていうと、もう絶対違うだろうって思う方が全部高いんだもん、ずっと。あ、もう理由がそれなのか。うん、3万円と35万円10倍以上。あ、ほら始まった。どっちも高いのよ。こちらも6、7年使ってます。片方は自分でドドタウンで買ったもの。片方は友人が十何名お金を出し合って買ってくれた時計。どっちが友人が買ってくれた？さあ。なんでよ、それいいや。あ、ダメなんだ。あ、それが高い方なんだね。そうそうそう。なるほど、なるほど。みんながお金を出し合って買ってくれたやつ、なおが選ばない時計ってことだよね。こっちやん。35万円。理由は？なおが選ばなそうだから。ドドタウンでポチッとするぐらいのレベルに見えないもんな。なおが選ぶんだったら、こっちじゃね。1900。でも高いのに結構
ボロが出てんの、ここら辺わかんねえ。そちらはタグホイヤーっていう名前のブランドです。へえ、タグホイヤー、何それタグホイヤー。いや、ちょっとわかったわ。おう、もし35万円もするんだったら紐がこんなんじゃない気がする。だって言うてもさ、そんな35万円の時計をさ10年も20年もつけてんだったらわかるよ。お前の学生時代とかさ買ったやつってさ、つい最近なわけだからさ、5、6年ってことでしょ。6、7年前だね。だよね。どっちも6、7年前で結構、それでさ結構つけててさ、こんなんなる35万円のやつが、こんなんなってんだったら35万円ちょっとしょうもないよな。やっぱね、35万円でこの、これがこんなんなんのかなと思って、うん、これ劣化の仕方がね、劣化の仕方が6、7年つけてても35万だったらもっと丈夫だろうと、うん、そう、俺はね、勉強するのよ、さっきからそうだけど、ワインで失敗して、わかんないから違いはわかるんだけど、ツンとする匂いが安いって判断してこっちやるけど、ツンとする匂い、変な匂いが高い、だから香水は変な匂いのツンする方が高いと、さっきコートで思った。デザインがあって、物が分かんないけど、確かにしっかりしてた、こっちは。でもしっかりしてるもんだと思っちゃった、コートで。だから俺は5枚に入れたけど、しっかりしてるもんがやっぱ高いのよ。ってことは、しっかりしてるものが高いんだったらこっちで、こっちの方がデザイン可愛いけど、しっかりしてるのはこっちだもん。だから一回学んで成功して、一回学んで成功しての繰り返し、俺これだね。高いだってやっぱしっかりしてないからね。さっきのコートで学んだのよ、うん、高いものはしっかりしてる、うん、アルゴリズム快楽決まりましたね。決まったね。さっきも匂いも学んだから、だから同じやつの部類がピッピッてピッピッて入る、問題の出し方が面白いね。ということでこちらですね。おいあーどこだどこだこの前かおいあーどこだどこだこの前か。いや、これが当たってる気がするんだよな。いや、これはね、結構いいと思うよ。匂いからの匂いじゃん。うん、コートからのこれじゃん。うん、1回目間違えんだよ俺。で、2回目やってる。はい、こちら時計でございます。続いてまずこちらですね、 B、 こちらの方が、オロビアンコという革のブランドですね。革のブランドを形している時計の3万円の時計でございます。で、続いてこちらタグホイヤという時計のブランドが出している時計で、こちら35万円でございます。今回こちらの時計でどちらの方がいいものかを当ててもらいましょう。まあ時計を知ってる人が見たら割と一目瞭然なんですよ。そもそもブランドを知ってたら、もうタグホイヤってめちゃくちゃ有名なブランドさんなので知ればもう一発なんですけど、あとはデザインがこれね、有名なロレックスって知ってるじゃないですか。ロレックスの有名なデザインをね、ちょっとオマージュしている作品になっているので、まあその辺でちょっと高級、ちょっとハイソなものだなっていうのがわかるかなと思います。ポンポン出てくるこういうワード、うふリッチピーポー。ラスト、コータ。あら、高級時計屋さん、ここ。そうでございます。次のお題は時計でございます。2、3、4、五流、五流になるってわけ、これを見せたらこれどうやってつけ、はあブランドは、ブランド名はそちら今持ってる方がタグホイヤーというブランドでございます。はい。で、左手にある B の方がオロビアンコ、オロビアンコ、オロビアンコ。はい。知ってる？知ってございます。どっちを知ってる？オロビアンコは結構革製品が有名だから。おお、知ってるんだ。財布とかキーケースとかさ、うん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 、なんかそういう一個物の革とか、うんうん、あと大人ビジネスマンが結構オロビアンコのなんかいろいろ使ってるイメージはある。でこっちがそれが見えないんだよね、わかんないの。
でもメイドイン1860、これマジ当てに行くからね。うんうん。でも難しいのがタグハイヤーホイヤー、タグホイヤー聞いたことあんだよね。ああるんだ。いや、うっすら、なんかあれどっかでみたいなレベル、うんうん、こっちはねちゃんと使ってるんだよベルト見ても。いやこれうわつけんのむずいな。けどこれがおしゃれっていうことだろう。つけた感じこれなんかねすっげえ感覚的にこれがね35万のね今腕してる。35万の腕してる。腕してる今俺。俺の左手今35万だった。おお分かりました。当てに行きましょう。なんかつけた感じこっちの方がすごい35万の腕になったんだよ。オロビアンカは変わるブランドで結構ね、あのね味が出るのが多いから、確かにこれは3万な気がする。でこっちはブランドはよく分かんないけど一個一個の作りがなんか正確な気がするんだよね。うん、今回当てに行きます。おもうあの外すとは言わせない。ズバリ答えは A。 A が高級品である。高級品です。なるほど。まあ、もうそろそろ本気見せようかなって感じです。おー結構僕らは考えた。笑いとかなくした。いや本当はこのまま5回何笑ってんだ。ん何笑ってんだ。何ですか。おい何笑ってんだ。え逆か。えまだ変更はまあしてもいいですけどね。変更してもいいの。部屋に入るまでがまああれですから。変更してもいいのまだ。本当？部屋に入ったら分かった。今ユナが笑った。ってことはこいつまた同じくミスするなって思ったっていうとこまで飲んでいいです。よし。なおお前最後気抜いたな。バカ野郎。俺が行くなこっちだ。それでは正解の方に入りたいと思います。うわ最悪。老舗だとか、そういう面で、うわ、めっちゃあったこと言ってると思って。ああ、お前そんなとこまで分かったんだ。そう、全然ストリートだから。俺、後ろ見て1800年と1900年ぐらいしか分かんなかった。あとジャパンだけど。原産国もさ、海外にドイツ系だったって。そう、ドイツ。あ、そうだよね。スイスだけど、ドイツ系のスイス人の人がやってる時計屋さん、老舗。絶対調子が高いはずなんだもん。でもね、一番引っかかってほしい引っかかり方してたの、最初。あ、そうなの。向こうに居座ってたの、最初。うん、あ、ここ高そうとか、細かいから、はいはい、作りがね、それを狙ってたんですよ。それで引っかからなかった。向こうのバカ2人以外ね。バカ2人。いやショック。コウタ、なんだよなんで変えた最後。最後おめえのせいだよ。なんで俺の声で、あ、俺は笑ったのは、あ、コウタ脱却できる、あ、全部間違いじゃなかったじゃんコウタって笑ってたの。それ見て、あ、お前笑ったなって、わ、逆にしてなさいって言って、外れ。あれ、コップは普通に高そうだからだよね。なんかでも、ちゃんと見ればよかった。でもね、それを狙ってたの俺。高そうに見えるじゃん、あれ、うん、見える。裏のあれとかイタリアって書いてあった。そうそうそう、で、イタリアなのは皮だけなの、あそこ。あ、そうなの。本体は日本なの。あ、確かにちゃんと書いてあった。それ見たわ。そう。でも俺さ、言ってることはさ、
あ、そう、めっちゃ思ったんですけど、オロギアンコ、革のブランドなの。そう、めっちゃ知ってなかった。知ってて、100円も聞いたことあるんですから、これは彼は絶対正解だわと思ってたんだよ、ね、いやもう、100% の自信があったの、うん、でもお前の顔見た瞬間、100% の自信がある。うわ、こいつやったぜって思った瞬間に、もう B しかなかった。俺の笑顔によって、そうなってしまったんです。だから削り方も間違えてない。格付けリアピ、よいしょ。それではラストの問題でございます。ラスト最後のお題はこちら。ババン、リコーダー。角山図形がですね、演奏いたします。それでどちらの方が優れた楽器かどうかを試していただきたいと思います。リコーダーですが、こちらが500円のおもちゃのリコーダーでございます。ギリギリ楽器として運用できるレベルのリコーダーでございます。で、こちらはですね、まあ、リコーダーそもそもがね、あまり高いものではないので、こちらが、まあ、良いものとさせていただきますが、5000円のリコーダーでございます。だいぶ音違います。それでは参りましょう。ラスト問題、1人目はカズ。これはわからんよ。どうぞ、ご着席。待って、五感の中のお前、使ってない部分じゃん。そうです。リコーダー、演奏、聞き分け、格付けチェックでございます。お前、わからんって。でも、このリコーダーの後、ギターとか来たら、ギターは当てられんのよ、俺。2個目で1個目なんです。しかも今回もう見るからにどちらが高いか安いか分かりますよね。見れたら分かる。分かりますよね。もうこっちが高くてこっちが安いよね。そうです。これだともう100均とかするの。そうです、そうです、おもちゃです。触っていい？聞くだけだから。まあそうだね、触ってもいいですよ。大丈夫、うん、でもしっかりしてんね、安い方も。いくら？500円。あ、これ500円なの？そう。こんなみんな500円のこんないいの買えるの今、すごいね。こっちはいくら？5000円。いやいや、そんなに変わらん。でもこれでも吹く前になんとなく想像しとかないと、狙っていかないと当たんないな。うわ、強っと思ったやつの方が高いんだって分かってたら狙い撃ちできたの、うん、キーポイント的なもの。そう、キーポイント的なの、うん、でですよ、はい、今回は狙い撃ちすればいいんだよ。おお。だから最初に俺がこ耳で聞き分けるやつの狙い撃ちが分かんないからちょっと怖いけど、低いと思うね。音が低い。低いっていう言い方だとあれだけど、うん、太い。太い。ああ、よーし、分かってこいよ。よし、それでは、うん、まず A の演奏。 A ね。はい、うん、あ、ちなみに2回までしか演奏しないので、それぞれいきます。オッケー。どっちからでもいいよ。それ最後の方から聞かせて。オッケー。ちなみにスピード変えてもいいよ。早めとか遅めにするとか。ちょっと遅めにしようかな。遅めに。オッケー。じゃあ B 遅めでいきます。
外していい？いいよ。あー、これむずいな。ぶっちゃけ A の方がね、よいしょ、ぽいんだよね。 A の方がぽい。俺が今ね、すっげー悩んでるのがね、いや、 A の方がいいんだよ。 A の方が、なんかこう、太いっていうか、太い感じで聞こえるの。でもね、悩んでる理由がね、うん、最後の伸ばしだけがね、うん、B の方がね、うん、すげー伸びてたんだよね。伸びてる、うん、安いから、高い音の時にピーって伸びやすいのかな。か、これがちゃんと高いから、お値段がね、最後の音のピーって伸ばすやつがちゃんと伸びるのかな。どっちが高いかというと A の方が高いと思ったんだけど、うん、伸ばしがめっちゃむずかった。最後の伸ばしむずそうだった、うん、A が B はずっと安そうな感じの高めの音だったんだけど、うん、最後の伸ばしがめっちゃ伸びてたんだよね。それが安い楽器だから伸ばしてたのか、うん、が分からん。高い方が安い方かは言わないけど、片方は吹きづらい。どっちが吹きづらい？でもナオの場合はリコーダーの選手じゃないし、リコーダーなんてあんま吹かないから。リコーダーなんてあんま吹かないもんね。リコーダーは俺得意なもんだよ。 A の方が吹きづらそうだったんだよな、マジで。最後の伸ばしが迷ってますね。でも音がもう聞けないよね。うん、2回目。くっそ、こっちかも。おお、変えた。 A が安いリコーダーで、 B がの演奏が高いリコーダー。うん、もう最後の伸ばしがとにかく俺が気になっちゃって、うんうん、B の方が伸ばしが良かったの。良かったのか、うんうん、すげえピーってすげえ伸びてた、うんうん、で A が伸びなかったの。ただ全体的にこっちの方が太かったの音が。おお、はいはいはい。なんか太くずっとなってて、うん、でもリコーダーの俺のそもそもの良さが違ったのかもしれない。リコーダーっていうのは別に太い音を出す機械じゃないのかもしれないと思って、だとしたらこっちかなと思って。なるほど。ということでこっちにします。 B、 ファイナルアンサーで。カズさんの答えは B と。はい、くそ。じゃあこっち行こうかね。本当にラストだけ。それでは最初問題、次の挑戦者に行きたいと思います。コペー、え、お座りいただきましょう。おお、最終問題はリコーダー演奏聴き比べ格付けでございます。おお、はいはいはい、思います。やった、これはちょっと音楽やってたからさ。そうだね、吹奏楽部だったから経験者だもんね。いや、これ嬉しい。最後これか。じゃあ準備はよろしいですか。それでは A の演奏からいきます。曲は一緒だね。うん、吹いてる感じはだいぶ違います。これさ、何を聞けばいいんだろう。値段をじゃあ最初聞いていい？うん、値段は500円と5000円。うわー、なるほどね。そう、まあ、リコーダー自体がリーズナブルな楽器だからね。そうだね、だからめちゃくちゃ高級ってわけではない。そうだね、あと1回ずつ聞けるけど、どうします？そうだね、聞かなくてもいい。じゃあ逆から聞いていこうかな、うん、B から。 B からね、速度も変えられるけど、どうする？速くとか。じゃあちょっと遅めでお願いしたいです。はい、じゃあ B から、はい、いきます。
違った？うん、違った違った。どう違った？いや、だって A 全然違う。 A 全然違う。遅くしたら、うん、なんかまた違う感じの、うん、なんだろう、表現みたいな感じに なってた。は、遅くすると、うん、ちょっと音が、うん、なんて言うんだろう、なんか変わったように聞こえた。え、これで合ってなかったら、いい意味ってこと？え、そう、いい意味で、いい意味で、いい意味で、なんかまろやかな感じになった感じがする。最初のイメージと全然違う。いや、どうしようかな。でも今回、その、あれ、音楽だからこそ、うん、自分で決めたいっていうのはあるかも。あ、自分の耳を信じて、ね、今まで、そう、フルートやってたから、うん、フルートやってたんですよ、3年間。うん、これで当たんなかったら嫌じゃない？やばくない？そうだね。何やしたのってなるよね。フルートと同じあれだもんね、調合だから、リコーダーって。そうそうそう、だからこれでもう当たってなかったら、うん、もうフルーティスト失格ですよ。そうだね、何やってたんだろう、ね、何やってたのって自分に言う、うんうん、言いたい。 A じゃないかな。 A が高い方。うん、なんかいろいろ楽しめるみたいな、うん、早くするとなんかピンとした感じの音になるし、うん、遅くするとちょっとまろやかな感じの音になる、うん、みたいな感じがしたので、うん、もうそれしかない。それでは部屋に移動をお願いいたします。やだな。続いて、課長。いや、何これ。遅いから。何これ。え、はい、最終試験はリコーダー演奏聴き比べでございます。これなんかあんの？え、違う、これ。あー、やっぱ違う、もう重さが違うね。うん、でも500円と5000円。あ、でも5000円もすんの。お、もう準備は OK。 OK、 OK、 まるかじめね、 A と B が決まってるので、どっちが、はいはいはい、 A か B かは A から演奏させていただきます。まあ、そんなに分かんなかったけど、うんうん、僕がパッとこう受けたイメージとしては、うん、B の方が音が軽やかだったのかな。ちょっと音圧は高かったかな。軽やかで高かった気がする。でも重厚の方が高いやつなのかな。ちょっと軽い上ついた感じが B したんだよな。ただ広がりというか、その音圧はB のが強かったんだよ。それは息の問題なのか。ちなみにどっちがとは言いませんが、だいぶ差があります。吹いてても聞きにくいのが高い可能性も全然あり得るからな。いや、でも楽器に関してはないのか。楽器に関してはやっぱり吹きやすい方がいいのかな。いや、でもプロ思考って考えると、吹きにくかったら良くないからな。プロ思考は吹きにくかったら、いや、プロ思考、プロ思考じゃない方が逆に吹きにくいのは良くないから、うん、初心者が使えなきゃいけないから、吹きにくいなんて絶対的にダメだから、うん、で、プロの方は多少吹きにくくても、うん、その吹き慣れてるはずだから、それよりも優先すべきところがある。くそ、うわー、でも僕の勘は言っている、 B だと。いや、やっぱり、やっぱ重厚感って言葉があるくらいだから、
重たい方が高い気がするな。 A で。おお、逆にね。うん、よし、僕が選ぶのはこっちだ。うおー、コペ、ようこそ。それではラスト、コウタ。なんだこれ。お座りください。おい、リコーダー舐めていいやつか。舐めていいやつかこれ。好きな女の子のリコーダー舐めるやつ。あ、どっちが好きな女の子のでしょうっつって。ブーブー、残念ながら舐めれません。服の反則よ、お前。いや、俺はこのハッハッって言ってるだけ。たまたまここにリコーダーがある。あ、そういうことね。音鳴ったら反則ですからね。おい、あ、いきますよ。はい、A の演奏です。違かったね。違うよね。うん、吹いていてもだいぶ違います。片方は非常に吹きにくいです。高い方はちょっと、まあ、なんか広がらない音というか、抜ける音が、音抜ける穴が大きいから、ちょっとだけ、うん、だから多分ちょっとだけこう太くなる気がするんだよね。うんうん、音が細い方、しかも低い音が細かったり、うん、平均の音だと分かんないから、高い音が細かったりみたいな、うん、ちょっと高い低いの音のところを、うん、重要視して選ぼうと思ってる。はい、というと、もう一回聞こうか。 OK、 前半早めの後半遅め。遅め、はい、でお願いします。 B の前半早め後半遅めいきます。はい、同じで。同じね。うん、すいません。はい、最後の一つ質問いいですか。はい、さっき吹きにくいって言ったじゃないですか。はいはい、高いと吹きにくいですか。それを言えません。でもどっちかが吹きにくいよね。そうです、ってことです。どっちかが非常に吹きにくいです。え、そのこと、俺多分当てる。おお、ここに来てついに初。いや、当てるけど YouTube 的に当てない方がいいのかなっていう悩みがある。じゃあどれがどうだと思うの。 A がこっちの気がするの。おお、 B がこっち。おお、 A が安い、 B が高い。なんでかっつったら、うん、安いのが吹きやすいわけがない。純粋にまず、うん、吹きにくそうだったのが A だった、早い時。 B はなんかもう音が全部聞こえたの、最後「チュー」みたいな、うんうん、だって低いところに行った時の、うん、この多分だけどここ使うじゃん、こう「チュー」みたいな、うんうん、ここ使うじゃん、ここのなんか低いところに行った時の音がなんか変だった。低い時が変だった、うん、だから低い音出せてないみたいな、うんうん、ついてこれてなかったみたいな感覚、はいはいはい、で最後のフーのとこも、うん、なんかもう綺麗にこうフーってなってなくて、フーみたいな感じだった。じゃあズバリコータの答えは B なの。なるほど。俺は音を分かる。何？なんか最後までコータ君できなかったね。そんな言わせねえだろ。別に正解すればいいんだから。分かった。見てるみんな。一人いた。待って。一人だけ？え？ちょっと大丈夫？え？結
果発表でございます。 A と B 高級な楽器で演奏した方に入ります。その伸ばしの綺麗さと、なおのその言葉で、いや、だとしたらこっち逆だわと思って逆に書いたの。トータは言ってること全部合ってた。ほら、うん、いや、俺も合ってるでしょ。カズはマウント取ろうマウント取ろうとすんなよ。いや、俺だって合ってるやろ。トータはもう楽器の構造自体を言ってたのが合ったの。言ってること自体が引きづらそうなのが、こっちでもすぐ合っててたし、値段的にこっちの方が絶対息が出ない方になるのかなって思う。おいおいおいさあ、おいおいお前ら落ち込んでんじゃないのよ。おいおいおいさあ、おいおいお前ら落ち込んでんじゃないのよ。耳悪いね。耳悪いよ。吹くやつがね。ああ、いや、でも良かったよ、 A の演奏。良かったよ。経験者だから僕は確信を得たのよ、ここに入って、うん、もう明らかにこっちなんか音程も悪いし吹きづらいし息漏れしてるし、うん、フルートなんて息漏れあんましちゃダメじゃん、もともとする楽器だから、うん、一番わかると思ったんだけどね。にわかだから。いや、言わせて。B の演奏はなんかつまんなかった。何言ってんの。なんか綺麗すぎてつまんなかった。綺麗って言っちゃってるやん。本当だよ。結果発表。おい、決まったね。格付けが終わりましたね。おい、終わったよ。それでは各、うん、ポイント、うん、確認していきましょうか。はい、課長、私は三流でございます。本当か、お前サバ読んでねえのか。サバ読んでございません。挑戦三流か。耳掃除でもすんだな。お前は何なんだよ。俺はな、三流だね。同じじゃねえかお前。何が耳掃除をするんだな。同じじゃねえかよ。いや、俺ちゃんと勉強してるから。勉強してるから。この格付けのこの5問の間で、経験し学び成功し、経験し学び成功し、で最後ここの4個のやつを全部集結させて、回経験して全部成果させてる。それ格付けじゃないだろ。アルゴリズムだろそれ。そして結果は三流。変わらず。経験しなきゃなんだけど。負けなきゃなんだけど。コペも三流です。あんたは四流だよ。あんたは四流だよ。四流だよ。サバ読んだのか。サバ読んでんじゃないよ。おいおい。何三流になってんだよ。四流か。四流か。そんなことよ。言ってやれ、何流か。まだ五流。まだね、まだ合流。まだって何。怖いよ。何が。日本一になるんやろ、うん、そうだよ。一流になるんやろ。ああ、なるよ。
どうすんねん、三流四流五流で。確かに、そりゃそうだ。だろ。確かに。まだまだ俺たちは計算が足りねえんだよ。分かるんですよ、違い分かるんですよ。うん、マジで。はいはい、見てましたね。分かる分かる。こっちとこっちの違うことはしっかりはっきりと分かってる、ね、はっきりと違うのは分かるんですよ。はい、ただ高い方をっていう知識がないからそっちに選べないですよ。だから格付けチェックってさ、本当一流になる人はさ、やっぱそれ相応に一流のものを知ってなきゃ無理だね。知識があるの、ね、そうそうそう、ちゃんとこれがいいものだっていうのを知ってるっていう。そう、知ってるの、知ってるなきゃ、うん、当てられないもんね。これは無理だね、うん、何がいいかが分かんないから。うん、どれが正解かどうかっていうのを身につければ一流になれるってことじゃん。そうだ、まあ、確かに。ってことはよ、うん、日本一になるには、うん、日本一がどんな感じか分かっちゃえばいいわけでしょ。知識をつけろと。そうです。無知は怖いよ。そうですね、無知ほど怖いことはないよ。はい、知っていきましょう。はい、経験していきましょう。はい、以上。先生、今経験してますね。